はい、ユデックスです。このチャンネルはですね、植物の紹介をしたり、またお店に密着をしたりですね、またですね、植物がもっと身近に感じていただける楽しい企画満載ですので、ぜひね、よろしければチャンネル登録をしてご覧ください。はい、でね、早速ですが、今回この動画ですね、何をしていくかと申しますと、報告動画になります。このユーデックスプランツスタイルはですね、実は3年前からこのね、チャンネルを立ち上げているんですが、もうね、チャンネル当初からですね、この植物の魅力を皆様にお届けしますということで始めたんですが、このね、3年、僕もですね、植物に携わるようになってから、しっかりね、本格的に行動していかないとダメだなっていうのを感じまして、このね、行動力を示すためのですね、ここからが皆様のこの報告になるんですが、アロエ専門店を立ち上げたいと思っています。まずですね、この専門店と申しましてもですね、このお店を持つわけではなくてですね、まずはじめはですね、このイベントを販売を目的に、アロエ専門店を、立ち上げたいと思っています。まあ、まずですね、このアロエというとですね、皆さん地味なイメージだったり、まだまだね、世の中に認知されていない植物なんですが、このアガベとかエケビリアとかですね、同じようにですね、このアロエもですね、本当にいろいろね、品種がありまして、これからですね、このアロエブームを、僕がですね、第一人者としてね、立ち上げていくためにですね、このアロエ専門性を持たせた、お店をね、作ることにしました。というのですね、本当にアロエというのはまだまだね、皆さんご存知でない、品種であったり、そういったね、バリエーションがね、本当に豊かで、形状だけでなくね、色合いとか、葉の色もですね、本当にそれぞれね、違うんですね。よく見てみるとね、全然アロエってこんな魅力があったんだっていうのがね、本当に新しい発見がいっぱいある、ね、植物なので、このアロエ専門性ということで、このね、皆様にどんどんとお届けするために、アロエ専門店を立ち上げることにしました。アロエ専門性を持たせるためにですね、まずですね、この今していることなんですけど、まずですね、皆様にいろいろなね、品種をね、知っていただくためにも、同じ品種をね、ただいっぱい集めても面白くないので、本当にね、たくさんいっぱいアロエという品種があるんだよっていうのをね、皆様に知っていただくために、本当に今いろいろなね、仕入れをして、皆様にね、手に取っていただくときに、ね、こんなアロエがあったんだっていう新しい発見を持っていただくために、ね、本当に今、いろいろな品種を集めているところです。と、もう一つですね、その、もっと世の中に知っていただくために、インスタグラムの立ち上げも検討しています。はい。このね、専門性を持たせるためにですね、もっと皆様に見やすくために、アロエ専門店ということで、ね、インスタグラムを見たときに、アロエをね、あ、こんなにいろんな品種があって、こんな形状もあってっていうのね、もっと皆様に分かりやすく見ていただけるためにね、インスタグラムの立ち上げを、まず立ち上げようと思っています。で、イベント販売ということなので、まずここが大事なのが、僕がね、住んでいる地域が、東海地方になります。なので、まずは、東海地方をメインにイベントの販売をしていきたいと思っています。で、これからですね、どんどんといろいろなね、イベントの販売をしていけるようにね、まずですね、僕も身近な、ね、地域のところから、イベントを販売していこうと思っているので、随時ね、そのイベントが、販売が決まった時点で、イベントのお知らせもしていこうと思っています。で、ここからが一番大事なんですが、アロエ専門店ということなので、ホームセンターや園芸センターでね、もちろんアロエを購入するのももちろんいいんですが、せっかくアロエをね、購入をするなら、せっかくアロエを育てるなら、やはりね、皆様にもね、この一株に出会えてよかったって思っていただけるように、僕もですね、自分の目でしっかり見て、このね、皆さんにね、少しでも心がくすぐられるような、あ、このアロエと出会ってよかったって思っていただけるように、よりね、自分の中でも厳選をしてアロエを、集めたいですし、そういったね、アロエ一株一株も、皆様が心がくすぐられるようなアロエをね、皆様に提供できたらなと思っています。で、また、アロエはね、まだまだ情報化ね、少ないのが現実です。アロエの品種はどんなものがあるのか、で、その育て方、夏越し、冬越し、また日本は梅雨があるので、そういった梅雨越しもね、どんなものがあるのかなとかね、そういったね、育て方とか、育てやすい品種とかですね、また最近はロックガーデンとかね、ドライガーデンも流行ってるので、地植えできるアロエは何だろうなとか、冬越しするにはどうしたらいいのかなとかね、そういった情報もね、皆様にね、公開をしていけたらなと思っています。日々僕もね、アロエの研究をしたりとかですね、今やっているのは、アロエの葉差しとか、
またアロエの発根とかですね、どんな方法があるのか、まあね、まあもちろん発根剤を使うのはもちろん当たり前なんですけど、まあ他にね、もっと簡単に、もっと身近なものでね、アロエが簡単にできるものはないのかなとか、そういったものもね、今日々研究をしているので、そういったところもね、皆様にこれからお知らせをしていきたいと思っています。なのでこのね、アロエ専門性を持たせることで、もっとより皆さんにね、見やすくなるためにね、このチャンネルもですね、もちろんこれからいろいろなね、植物も紹介していくんですが、よりね、アロエに特化した、そういった情報も、皆様にね、お届けしたいと思ってますので、より今までよりも見やすい、このチャンネルとなっているのでね、これからも、ね、楽しみに見ていただけたら嬉しいと思っています。ちょっとね、こっからは僕の展望なんですが、僕はね、まだまだこの植物業界では無名の男なので、ぜひね、このアロエを通して、もうね、この一皮二皮、もうね、より化けて、この植物業界にね、貢献していけるように、また、アロエブームの第一人者としてね、このユーレックス、頑張っていくので、これからね、この同じように植物を盛り上げたい、多肉植物を盛り上げたいと思っている方、もうぜひね、このチャンネルにね、コメントをしてくださると嬉しいですし、UDX プランツスタイルで、またね、このチャンネルも概要欄貼っておりますので、ぜひね、DM もしてくださるとすごく嬉しいです。一緒にね、この植物を盛り上げようと思っている方、ぜひぜひ、いろいろとね、コメントをしてくださると嬉しいですし、またね、このね、チャンネル、またいつも応援してくださってる方、ありがとうございます。はい、いろいろとね、いつもこんな、いろんなコメントをしてくださったりとかね、いろんな DM をしてくださる方もね、いて、本当にね、いろいろな励みになったりとか、勉強もさせていただいているのでね、これからもね、このチャンネルの動向とかですね、同じようにですね、植物の、この魅力をですね、より多くの人に知っていただけるようにね、応援していただけるとすごく嬉しいと思っております。まあ、今回、こういったね、報告動画となりました。まずね、まとめると、このね、アロエ専門店を立ち上げるということです。はい。なので、このアロエ専門店を通して、このですね、皆様により、またね、アロエの認知をもっと増やすためにですね、このね、チャンネルもですね、どんどんと、投稿を頑張っていきますので、これからもね、応援をしていただきたいですし、またですね、アロエに関してですね、これからもいろいろと、この動画を通して、情報発信するとともに、ね、このいろいろな方と、コミュニティをつけると僕はすごく嬉しいと思っています。なので本当にね、同じような気持ちで、アロエだけでなく、ね、本当に多肉植物、植物いろいろとあるので、そういったね、植物業界を盛り上げていきたいって思っている方ね、ぜひね、本当にコメントをくださると嬉しいので、この動画をね、ご覧になっている方でね、ぜひね、そういった方がいらしたらですね、コメントをください。今回ね、こういった、動画の内容となっておりましたがね、ちょっとね、応援してやるか、ユレックスをというね、方はね、チャンネル登録、またですね、グッドボタンの方ね、していただけると嬉しいと思っております。じゃあ、それではね、今後のユレックス、ね、植物業界でですね、どんどん盛り上げていけるためにですね、無名の男ですが、ね、頑張っていきますので、ぜひ、応援のほどよろしくお願いいたします。それでね、これからも多肉植物盛り上げていきましょう。